はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も中級ワンダフォープレイしていきます。そして今回もスタンプ編、84から多分1位とコインとぶつからず、ここはぶつからず入賞せずに、入賞しなくても感想だけでいいと思うんで、うん、入賞は狙っていかない。あと少しですね。ここが最後の関門と思う。ファクトリー戻ってまずレースからで、ここの装備何だったっけな。タイヤはセミにしていくかな。オフのとこあった気するけど、あ、オフじゃなくていいかな。まあ一応ぶつからずには意識するけど、まあ最初は無理か。さあ、うわきついな、ほんと無理だなこれ。後ろから行かないと無理だこれ、ぶつからずは。でコインがどこにあるのか、うん、うわここ、このエンジンじゃない方が良かったかもな。でどうだったっけ、これほんと厳しそうだな。1位は大丈夫かな、ガス欠にならなければ。コインあそこか、ここはクラッチ切っていこう。まあ後ろがついていけばそんなに難しいか。ここも難しそうだな。これはどっちかな、こっちいいか。あー、コインやったな。ガス欠がやばいかも。よし、2周でいいんだったっけ全然わかんない。さあさあ、クラッチ切っていって、曲がって曲がって、遅すぎるかな。あ、コインじゃないか。この差だったら結構コインも狙っていけそう。よし、あ、全然楽勝だな。やっぱりグランプリとは全然違うんだな。ここも曲がって、ここは落としていくか、これを。よし、このとこ、ここじゃないな、ここはまあゆっくり行けばいけると思うけど、ここだよな、ここもゆっくり行けばいけんのかな。ここじゃないな、でもここも気をつけないとダメか。ここなんだよな、ここも難しいと思う。じゃあ左行って、よし、コインは結構集めたんじゃないか。ガソリンも大丈夫そうだ。狭いな、その石も本当に狭い、このコース。あとはコインはあそこぐらいか、右に行った分岐点の。さすがにこの装備っていうのは昔結構苦戦した記憶があるんだけど、このコースは。この装備なら1位を取ること自体は難しくない。てか楽勝。よし、楽勝だな。さっさと、
ここも落としていけば余裕なのかな。ちょっと難しい気するけど、1周2分ぐらいかかりそうだな、ぶつからずには。で右行って、あったあった、これで全部かな。右からは行かない方がいいな、ぶつからずにの時は。よし、タイム早いな。さあコインは全部取ってるかな。よし、64回か。これ一回どこ。さあこれでいけるかな。最高峰からいきます。これはさすがに。よし、どんなもんなんだろう、あまり想像もできないんですが、ラダーは外した方が良かったかもな。こいつこれは忍耐の我慢比べみたいなとこあると思う。さすがにここを入賞にしなかったのはスタッフの優しさだと思うんで、その優しさを生かしたい。ここ、あ、大丈夫じゃないこれ。うわー、大丈夫かな。あー、これやばいな。よし、もうこんな感じでいいでしょこれ。確実に。そこは時間も短いと思う。焦っても何にもならない。ただ一周遅れだけは気をつけないと。やばいなこれ、難しい本当に。よし、やばい、難しいよ、差がつきすぎてるかな。あ、難しいよこれは。3周目が厳しそう。ここやばいな。で、ここ怖い、遅すぎるかな。一瞬遅れが怖いんだよな。ここは出していける、出していっていいはず。うわ、道幅が狭いから気をつけないと。うん、1周目にある程度の走りができたら2周目3周目が楽なんだけど。2分やっぱりかかってんだ。まあここは大丈夫と。よし、よし、大丈夫、慌てなければ。出せるところは出していこう。大丈夫。さあここは気をつけるポイントだよ。普通の運転かっていうレベルの遅さ。やばい、よし、慎重に慎重に。やばい、一瞬左下のマップに目が行ってしまった。一周遅れが怖い、怖いんですけど。よし、よし、怖いなあいつ、1位が怖いな。なんとか
怖い。3周目は相当プレッシャーきそうだな。でもこのままいけるんだったらグリーンシティじゃない、グリーンタウンの方が難しかったかもしれない。あ、2分切れるか。おお、ガソリンは大丈夫だな。安全運転で。ラダーは曲がりすぎるな。よし、階段は慎重に。こんなもんでしょう。わ、来てるな。あれ消えんのかな、ゴールしたら。追いつかれる。よし、さあさあさあ下って。危ないな、ここも気をつけないと。来てるな、後ろから。でも大丈夫か。よし、うわ怖かった、怖かった。よし、あとはここ。よし、いけるかな。さあ曲がって曲がって、100キロで行こう。100キロ。うわうわ、今一瞬やばいな、ぼーっとしてたら。あとはもう遅くていい、遅くていい。よしよしよし、いけるはず。いったでしょこれ、一発でいったかな。やったマジか。いやこれは1位より嬉しいよ。いやよかった。じゃあ次のスタンプ確認しよう。あ、次はロッククライミングか。じゃあここでいけるかな。よしよし、着いたんで、あと1個だと思うけどな。どこにあるかな。あ、あった、こんなところにあった。これで OK かな、多分これでいけてると思う。やったー、なんか小さいなビッグタイヤを履いてるか、履いてるせいなのか、あいつは小さく見えた。で、あと3つか。うん、あと3つだから次回に回そうかな。多分レース、雲の上だよなこれ今回は結構精神的に削られたかな、このぶつからずで。うん、はい、ということでですね、今回は94までですね、スタンプいったんで、あと3つ次回やって、はい、全部集めてね、あのパーツを手に入れるまでやっていきたいなと思います。次回は、それでは今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て秋につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。多分次回がラストですね、このスタンプは。アポロンでした。